グッサンビルは、フランス、イルド・フランス地域圏、バルドワーズ圏の都市。グッサンビルは、パリ北部の郊外、県東部にある、シャルルド・ゴール国際空港に近い。サンピエール・エ・サンポール教会メロビング町時代から、現在のグッサンビルの地は所有者の名前で呼ばれていた。当時の名は、ガンセ・ニビラといい、グンサナ・ノビラを意味している。グンサナとは、 クロタール一世の妻の一人の名であった。カロリング朝時代の831年、初めてグッサンビルの名が記された。当時サンドニ修道院が領主となっていた。1645年、ルイ14世はニコラド・ニコレをグッサンビル公爵とした。ニコレ家の紋章は現在コミューンの紋章となっている。ナポレオン一世の宮廷管理で最後のグッサンビル、領主。 エイマールド・ニコレは1807年から1812年までグッサンビル市長を務めた。グッサンビルの荘園はニコレの相続人がテオドール・フラパールへ売却し、フラパールは古い城のあった場所に1860年に邸宅を建てた。フラパールの子孫が今も所有している。フ,フツ戦争中の1870年、プロイセン軍がグッサンビルを占領し、 歴史ある建物を破壊し、住宅に放火した。鉄道が開通すると、駅周辺に工房や工場ができた。1923年、グランジュデヌエ地区の土地が400平方メートルに分割され、労働者や小規模投資家に売却された。戦艦期の20年間で、グッサンビルの人口は7000人に達した。1950年代から低所得者層対象の、 集合住宅ができ、都市化が進んで新たな、シャルルド・ゴール空港の開港は、グッサンビル旧市街の衰退をもたらした。ひどい騒音問題に悩まされることになったからである。人々が放置した家屋は、パリ航空。1973年6月3日、パリ航空ショー開催中、つまいなす144が、グッサンビルに墜落した。住宅や学校6軒が破壊され、 航空機のクルー6人全員と地上にいた8人が死亡した。21世紀になるとおよそ30年もの間放置されてきたグッサンビル旧市街の後輩が問題となった。歴史的中心部は現代都市の中のゴーストタウンであった。屋根が壊れたり、状態の悪化した家屋にはごくわずかに農家や大工が暮らしているだけだった。歴史的記念物とされた教会もこの区域内であった。 2005年に県知事が家屋の解体を許可し、教会の修復や都市再生計画が始まった。ありがとうございます。